エクセレントビリヤードも4回目を迎え、ついにビデオを発売できました。ご覧いただくのは2月9日に行われましたトルビオン・ブロムダール選手対小林信明選手の3クッション50ポイントマッチです。進行は株式会社コスモ磯本実と、解説はエベプロに来ていただいてます。JPBA のエベです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ついに久々にブロムダールが日本にやってきて、そうですね、日本が誇るいよいよ最終のいわゆるメインマッチですね。そうですね。まあエクセレントビリヤード今までずっとポケットだけでやってきたんですけども、今回スリークッションも同時に行って、そうですね、ポケットのファンとスリークッションのファンがね、ギャルのファンが、はい、同じ会場で、はい、同時に2種目楽しめるという、はい、非常にビッグな企画で、そうですね、まあ、ついに夢が叶ったという部分もあるんですけど、まあ、今回、まあ、ビデオ発売、まあ小林さんと、はい、ブロンダール、ね、はい、50点マッチということなんですけれど、ね、これまでに、エフレン・レイズ選手とブロンダール選手の、はい、2種目対決と、はい、いうのをずっとやってきましたね、はい、大阪、静岡、はい、そして、東京ですね、はい、まあ、ちなみに、大阪ではブロンダールとエフレンの3クッションは、はい、30対20で、ブロンダールは勝ってますね、はい、静岡では30対19です、はい、ブロンダールが勝ってますね、はい、さあ今小林選手とブロンダール選手、まあ、試合始まってますけども、50点マッチっていうのが、まあ日本ではもうあまり行われないし、海外でももうショートゲームになってきてると思うんですけども、そうですね、日本の場合、まあ、例えばプロマスターズだとかジャパンカップの30点マッチが多いですよね、はい、であと BW ですか、はい、は15点のセットマッチ、そうですね、2セットで決勝から3セット先取りっていう、ね、ゲームが多いですよね、まあ、海外の試合の情報だけを聞くととんでもないアベレージで、まあ、そうですね、ものすごいものがありますね、毎年7月にニューヨークで、サンリー、はい、サンリー選手の店で、行われるトーナメントは60点マッチですね、そうですね、おととしはね、ブロンダールがサンリーとのゲームで60点を18球で上がってますね、はい、18球ですか、ちなみに去年はね、ブロンダルとクールマンね、はい、神様ですね、14球でブロンダルが合ってますね、はあ、インターネットの情報によるとね、はい、当て出したら止まらないと、止まらないと、彼は今回ちょっと体調土曜日崩しまして、そうですね、昨日ね、はい、ちょっとインフルエンザに、ね、かかったのか急に体調が悪くなってね、この日もまあ万全ではないんでしょうけど、そうですね、昨日ね病院に行って点滴を打って、はい、まあ、今日はなんとかプレー、できるだろうということで、ね、あまり顔色良くないんですけどね、そうですね、だから練習も全然できなかったような状態でね、はい、でも彼のことだからこう最初ね何球かついてるうちにすぐにもう
テーブルコンディションとか掴んでくると思いますよ、はい、今こう手玉のキューボールのアップの画面が入りましたけども、これなんかはかなりスリクションなんかは面白いですね、見てみるとスリクションのビデオでいわゆるどこをついてるのか、いわゆる動点っていうんですけれど、はい、どこをついてるのかよくわからないっていうのがね、はいはい、結構今までのパターンになったんですよね、はい、突然これ手玉がね途中でアップになったりするから非常に参考になりますよね、はいはい、左上をついてどうでしょう。もうほんの数ミリですね。はい。まあ、これからこういう、うん、まあエベプロも、まあ、ポケットのプロで、まあ、もちろんスリクションも今大会出られているんですけども、僕なんかもやっぱりスリの会場には必ず、まあ、全日本とか。まあ、ワールドカップやってる頃はテーブルをまあ出しに行ってる関係で行ってたんですけども、はい、まあ、今回のイベントを通じてまあポケットのファンが逆にスリクッションをやってみたいとかそういうファンが増えてくると面白いと思うんですよね。でまた必ずこう共通点、はい、もちろんまあ一本の球で、はい、球をついて、ね、はい、競い合うわけですからね。そうですね、共通点がありますんで、はい、いろんなゲームをトライして、はい、そして自分の一番得意なゲームを、プラス材料にすると、はい、いうのが一番こう上達への近道ですね、はい、どうしても一つのゲームだけだと、はい、テクニックを向上させるには限界がありますんでね、はい、だから今回、まあ、エフレンなんかもスリーつきましたけどね、はい、すっごいうまいですよ、はい、今回このメンバー、まあ、小林選手、奥村選手、エブレン・レイズ選手、ブロンダール選手、4選手ともスリークッションもポケットもかなりの腕前ということで、そうです、ブロンダールもねナインボールはすごくうまいしね、大阪ではね、はい、エフレンを96でねやっつけたしね、はい、この辺はこれからの、まあ、ビリヤードをやってる若い選手とかはこういうのを見ていろんな方面に勉強してほしいですよね。そうですね、小林さんなんかも、もともとポケットね、そうですね、すごく前ですからね、まあ、小林さんが、5点入るんですか、はい、4イニング目ですね、はい、僕らとしてはちょっと小林さんに頑張っていただいて、そうですね、神様を破った男の力を、やっぱりここでもう一発見せてほしいなっていう部分なんですけどね、まあ、序盤戦ね、まだ、ですか、ちょっとテーブルコンディションがね、はい、やっぱりクロスもニュークロスなんで、そうですね、かなりこう滑りますんでね、難しいと思うんですよ、はい、とても簡単に二重回しでね、ああいう時にもうボール3つの動きを全て、そうですね、彼はもうイメージできてるんでしょうね、二重回しは比較的 裏回しをね残しやすいんですよね、はい、ちょっと赤の位置が、引っ掛けで、うん、これも得点できそうな配置ですね、ネクスト作ってますよ、形になってからのなんていうんですか、爆発力というか当て出してからの彼のプレーっていうのはもう僕らが単純に見ててもう素晴らしいですよね。
リズミカルですね、はい、技術がこうでシステムがこうだっていう雰囲気じゃないですもんね。ちょっと長いか、うわちょっと長かったですね。紙一重で当たるか当たらないかっていうのはスリークションではかなり大きいでしょうね。そうなんですよ、いわゆるペロッとかすっても、いわゆるワンポイントはワンポイント、はい、どんな難しい球であるがギリギリ抜ければナッスインですからね、よく昔からね、寒い当たりはいい当たりって言ってね、ペロッペロッとかする方が意外といわゆる後のネクストがね、よくなるケースが多いんですよ。6対4ですね、いわゆるニュークロス その滑るね、はい、滑る状態の読みが、だん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 ね、分かってくると思うんですよ、はい、ムラムダール選手は何年ぶりですかね、日本に来たのは。どうでしょう、4年ぶりですか、3年ぶりですか、4年ぶりですか、そうですね、こういったエキジビション、いわゆるイベントで来日するのは全く本人も初めてだと言ってましたからね、はい、彼にはいろんなわがままだとかいろんな噂があって、僕らも来日するまではちょっとドキドキしてたんですけどね、ちょうどエフレンが2月1日に来日して、はい、で和歌山と、はい、九州、はい、2日の日九州と、僕一緒にね、回らせてもらったんですけど、はい、で2月3日にブロンダールが、はい、朝の9時35分に、はい、関空に入ると、はい、で九州からね、はい、朝一で帰ってきて、そうですね、そのまま合流してね、はい、でまあ疲れてるだろうから、まあエフレンも疲れてますしね、はい、ホテルで休めと夕方まで、はいはい、そういう予定だったんですけどね、はい、ところが打ち合わせの時にちょこっと球の話をすると、もう今から練習をすると言い出して、はい、ね、僕の店を開けろと、はい、もうすっごく好きなんですよね、2人ともビリヤードが、それから永遠7時間ですよ7時間ポケットやったりね、スリーやったり、もうかなり掴んでますよ、はい、でもね、僕もね、ブルンダルとちょうど店で練習やってる時、30点ゲームを1回ついたんですよ、はい、まあ、もちろん勝てないですけどね、そうですか、でも結構調子よかったね、30対26でね、はい、でね、面白い話ね、どう見ても勘でついてるようにしか思えないんですよ早いしね、まあ、スリークッションっていうと、まあ、システムがいろいろ、そうですよね、定石があって、ファイブアンダーハーフシステムだとか、はい、もちろん知ってるとは思うんですけどね、はい、で終わって食事してる時に聞いてみたんですよ、はい、システムを知っているのかと、はい、で面白い話がね、はい、システムを、研究するのに、はい、以前クールマスの、はい、120でした、はい、本を買ったと、ね、分厚いね、伝説の本ですね、ところがシステムを、まあ、基本についてたら自分は 0.09 ですね、はい、ぐらいのアベレージしか出なかったと、はい、全然伸びなかったと、はい、そこで自分はそのクルスマンの本を掘ったと、ね、それから全くフィーリングだけでつくようになったと、それから上手くなったというんですよ、面白い話でね、ところがもちろんそれまでにはね、あのシステムもちろん頭入ってるし、はい、すっごい練習量でね、はい、ほとんどこれ体で覚えてるんですよ、うんうん、頼るなという意味、そうですね、システムを頼ると限界があると言ってましたね、はい、彼はね、だからシステムを重視した付き方というのは日本人独特の付き方やと、ほうほう、そういうことを言ってましたね、より自分のフィーリングが死んでしまうと、はあ、高野さんにもね、そんな話ね、ちょうどね、学会でした時にね、ええ、全くその通りやって言ってましたけどね、はあ、だからある程度のシステムを覚えると自分のフィーリングを生かした、形でね、練習していくといいみたいですね、はあ、まあ、レイズ選手今回一緒に来日したわけですけど、はいはい、彼
れも似たようなことを言いますね。エフレンの場合はもうほとんど勘ですよ。勘ですか。ほとんど勘ですよ、うん、あれはね、あの僕聞いてみたんですけどね、ダイヤモンドシステムは知らないと。ところが自分なりのいわゆるシステムがあると。はあ、エフレンの場合はほとんどテーブルのね、大きさ、はい、球の位置、はい、クッションどこに当てればそこへ来るかとかね、全部あれ体で覚えてますよ。でないとあんだけ正確にねポケットでもねセーフティーとかクッションつけないですよ。まあ、いろんなゲームをついて、まあ、いろんなプラス材料を引っ張り出して自分の形っていうものを作ってると思うんですけどね。まあ、面白い話、エフレンが一番得意なゲームは何かって聞いたらボークラインって言うんですよ。ボークラインですか。一番得意なのは、はい、でナインボールはイージーだと非常に、スリークショットも難しいと。だから逆に言うとナインボールはイージーだからたくさんグッドプレーになってると、はいはい、スリークショットは非常にいわゆる難しいからいわゆるグッドプレーが少ないんだと、こういう言い方してましたね。まあ、ブロンダルはナインボールは一番楽しくリラックスしてできるゲームだと、はい、逆にね、横一線ですね。そうですね。これはですね、でも比較的、ランの出やすい形ですよ。段からの二重回しでね、はい、どうでしょう。いいですね。ちょっと後の形がイメージと違って、でも問題もないと思いますよ。あ、裏回しでね、まあ、このビデオはですね、まあ、イベント当日もそうでしたけど、はい、ポケットのプレイヤーとか、まあ、ビリヤードしたことももちろんない方も、見てる方かなり多いと思うんですよ。そうですね。ちょっとスリークッションゲームっていうのを簡単にですね、ちょっと江部さんに説明していただけますか。はいはい、ですね、まあ、最初バンキングしますよね。はいはい、で、まあ、ほとんどの場合買った方が黄色をつくんですよね。はい、で初球、はい、いきます、はい、で自分のボールをついて、はい、いわゆる残りのあと2つね、はい、2つ当て終わるまでにスリークッション以上入れなければいけないと、自分のボールをね、はいはい、それで1つ当たれば1点と。はい、1つにはいわゆる2つ当たればね、はい、だから例えばこの場合だったらクッション入れて、赤に当てますよね、はい、でワンツースリーフォー、これでね引っ掛けてますんでフォークションですね、これで白に当たれば1点と、はい、1点と、まあ、形によっては最初に例えば3クッションからクッション使って2つ当てるとか、はい、いろんなケースが出てきますけどね、はい、とりあえず自分のボールをついて残りの2つ当て終わるまでに3クッション以上入れなければいけないというゲームです。はい、これはこれは二重回しだよね。これはどういう当たり方するか、もうだん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 ね、見てるとブロンダールのペースが速くなってきたでしょう。はい、おそらくだいぶテーブルコンディションが、つかめてきたですよ。はい、今のはツークッションでね、ツークッションで当てて弾かして、はい、もうワンクッションで当てると、ワンツーで当たって一回ボールに当たってからもう一回クッションで当たったわけですね。ツークッションのもぐらしですね。ああいうからから打った球の厚みっていうんですかね、表からのプラスツーで、かなりも読んでますね。跳ね始めました。テーブルの周りをなんか、そうです、ブロンダールスタイルですよね。いわゆる静止状態がほとんどないんですね。常に動いてるんですよね。で、ね、パッと構えたらすぐしこき出して、実は今回のパンフレットの写真を、まあ、探してた時にですね、はい、
ブロムダール選手の写真がとにかく止まった写真が一枚もないんですよ。ああ、なるほど。散々苦労して探し回ったんですけどね、とにかくその、まあ、構えてる写真は若干止まってるんですけど、こうボールを狙ってる前ですね、ホームに入る前の写真で、こう顔がまあはっきり写ってる写真が欲しいということで探したんですけど、常にどこか動いてるんですよ。ああ、そうですよね、はい、独特のスタイルですよね。いわゆるアグレッシブビリヤード、はい、攻撃的なんですよね、はい。アクションも大きいですよね。そうですね、ちょっと、引き離しましたね、はい。この球はどうでしょう。さあどういくでしょう。これは時々突拍子もないと思ったするからねいわゆる引きで詰めて箱玉ですね、ちょっと詰まりきれなかった。いわゆるクッション引きといってね、クッションをぐっと引いていくんですけどね、普通じゃこう長くなってしまうんでね、カーブをかけて10対16ですね、今ね7球目が終わって、はい、この辺ゲーム展開としてはどうなんですかね。まだもう全然、どうでしょう、まあ先が長いですからね。50点ゲームというね、結構ロングゲームだから、どうでしょう、ちょっと短かったですね。ブロムダール選手はこう最初の一歩も早いですね、はい、相手がついた後の、だいたいね、コンディション、テーブルコンディションが分かると、はい、ついた瞬間にほんのわずかの抜けだったら分かるんですよ、はあ、ついた瞬間にね、ダブルレールでからクッションですね。どうでしょう。ああ、うまいですね。ああいうのを簡単に狙えると思うんですよ。今のクッションなんか見てるともうほとんどね、テーブルコンディション呼んでますよ、来ちゃってるわけですね、これもさっきありましたよね、はい、2クッションで当てて、もう一回クッション入れて入ってるわけですね。で比較的後が良くなるんですよね、ああいう系統はね。力加減してるでしょう、はいはい、ところがちょっとしたね、ポケットの違う、ポケットと違うところはね、ちょっとした手玉と先玉のほんのわずかな位置関係でね、はい、イージーな球になったりね、結構ハードな球になったりするんですよね、はい、それが3クッションの面白いところなんですよね、はい。これはどうでしょう。ちょっとなんかキスしてしまいましたね、キスっていうのはいわゆるポケットと違うところは、はい、ポケットは先玉入ってしまいますよね、はい、ところがスリクッションの場合は第一的玉も、はい、テーブル上で走り回るから、ね、手玉とね、いわゆるぶつかってしまうのが、まあ、キスというんですけどね、はい、そういうケースがね、結構あるんですよね。そういうのを、まあ、計算してかわしていくということですよね。そうですね、その辺が難しいんですよ ね、 すね、だから厚みを変えて、また動点を変えて、力加減を変えて、なおかつ当てる球のところに手段を持ってこなければいけないと、はい、すごく奥の深いゲームですよね、はい、ちょっと、小林さんあれですね、と離れてきましたね。そうですね、頑張ってもらいたいですね、はい。これは比較的難しいですよ。どういう風に取るんでしょう。引っ掛けで持っていくと思うんですけどね。先にワンクッション入れる、ね、そうですね、引っ掛けましたね、ちょっと長かったですね、今のも通常だったら、長くなるんで、はい、いわゆる引っ掛けて当ててから引いてカーブを出して隅の方へ、はあはあ、狙ってたと思うんですよ、高度な技が必要なんですね。そうですね、当たる確率の低い球というのはね、スリクションの場合結構ありますんで、はどうでしょう、ちょっと伸ばしすぎましたね、
よくこう3で&セーフとか、そうですね、よくまあちょっと守りながらみたいな、相手のボールから行くケースが多いんですよね、はい、第一的球を相手の手球を、そうです、狙ってということですね、で当たればいい形、当たらなければいわゆる赤と自分のボールがこっち側によって、相手のボールが向こうによって悪い形に残ると、はい、まあいろいろケースが結構あるんですけどね、うん、でもいわゆる大阪静岡で、はい、デブロンダールにインタビューした時は、はい、いわゆるセーフティーは一切考えないと、自分は全て攻撃すると、はい、みたいなこと言ってましたけどね、はい、多少は考えてると思いますよ、もちろんそのゲーム展開によってね、はい、まあさすがにワールドカップであれだけ勝つっていうのは難しいと思いますよね。ただ当て倒して勝ってるって言ったらちょっと驚異的なことですよね、まあ、今ワールドカップの場合15点のセット待ちね、はい、さっきも言ったように、はい、それで初球からね月切りいうのをブロンダルが8回やってるらしいです、はい、8回ですか、前、まあ、日本でワールドカップやってる頃はあの当時、まあ、小林さんが1回やってると、そうですね、でブロンダルはまだやったことなかったと思いますよね、あれから4年ですか、そうですね、もう8回やったと、素晴らしいですよね。ダブルレールで、ナイスですね。素晴らしいですね。ですね。反撃に出ましたよ。頑張ってほしいですね。そうですね。これはどうでしょう。切り返しで、いいですよ。2で3で、ね、ナイスです、で面白いのが、はい、まあ、今みたいに当たるでしょう、はい、その当たり加減でね、はい、後がね、いい形になったり、やっぱりその辺も考えて、そうですね、理想的なね、まあポジションを作っていくですか、ね、そうですね、力加減とね、よくあるケースがいわゆる一つの球をコーナー付近に置いておくと、はい、いい感じですよね、今の形は。あー、ナイスですね。かなり球が出てきてる状態ですよ、はい、乗ってきました。今回このイベントをやるという話を小林選手に話しに行った時にですね、まあ、若手もこれから伸びてくるしと、まあ、自分は、まあ、出て今更自分が出ていくのはどうかと、そんな話もあったんですけども、まあ、ね、ここはぜひということでお願いした時に、まあ、自分の最後のお仕事だと思って年に鞭打って調整していくからっていう話をいただいたんですけどね。ああそうですか、まあ、年末からずっとちょっと足の具合があまり良くなくて、はい、僕らも心配してたんですけど、なんとか調整はまあったということで、かなり、でもやっぱりすごいですね、未だにチャンピオンというか、そうですね、今みたいないい当たりですよね、はあ、的にポンと当たってしまうとね、一つの球がコーナーに入ってしまうでしょう、はい、今のいい当たりですよね、そういうちょっとしたね、はい、まあ、運不運というかね、どうでしょう、彼が台の付近に待っているということは当たるということですかね、また恨ましをつくんですよね、裏回しっていうのでいくと当然キスの可能性が、ね、もちろんあります、その辺も読みながらね、どうでしょう、比較的難しい形になってしまったかな、見てる限りではね、だいぶ体調が戻ったみたいですね、ブロンダールはね、そうですね、最初ちょうど出てきたときちょっと顔色ね良くなかったから、はいね、どうかなと思ったけど、これはレイズ選手も言ってたんですけど、
まあ、試合エキビションもかなりの数を彼らはこなしているけども、こういう会場でつくことはあまりないと。ああそうでしょうね。ビリヤード場であったりホテルであったりと、はいはい、それなんで多少ナーバスになってるっていうような話はしてましたけど ね、まあ、海外の場合ほとんどホテルでね、はい、トーナメントを行われるから、はい、11人が終わって21対15ですか、そうですね。ここは小林選手にちょっと頑張ってほしいですね。ブロンダル行き出すとね、早いから手がつけられない状態になりますからね。ボンボンボンと当て出すからね。どうでしょう、ちょっと長いか。ちょっと長かったですね。小林選手の方もそんなにアンドセーフとかそういう雰囲気ではない、はないですね。比較的これもね、結構箱球いい形ですよ、はい、いい形というか、まあ、当て合いをしようよというような感じで、危険な球ですよね、ランを出されやすい、はい、今の感じだと完全にまたネクストコントロールしてますよ。どうでしょう、これは彼もあんまりね、いい形にならなかったみたいですね。やっぱりこう3つのボールが1列並んでしまうような形っていうのは、いわゆる三ピン状態っていうのは結構難しいんですよね。どういくでしょう。ああ、うまいですよ。おそらくまあ切り返しでね、ぐるっと回してくるでしょう、はい、短い目から行くでしょうかね。行きましたね。結構見とったらこうバチバチつくみたいで、そうでもないんですよね、はい、柔らかいんですよね、強くつくときは思いっきり強くバスッとね、はい、どんなつき方でもできるぞって感じで、ちょっと短かったですね、はい、痛いミスですよ今のは、ブロンダルにとっては、このまま一気にボーンとハイランコースに行くパターンにはもう入ってたわけですから、ね、そうですね、今のはね、もう 2,3 点を当てたかったところですよね。今回のイベントでね、いわゆる、まあ、イベントツアーですね、はい、エフレンとブロンダルのあまりのこう対照的なね、はい、エフレンはほとんど胴体が低くて柔らかいストロークでね、はい、ぐんぐん球出してくるでしょ、はい、ブロンダルは結構胴体高いんですよね。ほうほう、2人がついてるとね、すっごく対照的で、すっごい面白かったですよ、この2人が、まあ、エフレン・レイズとウトルビアン・ブロンダルという2人がお互いにお互いの種目をつきながら教え合ってる姿ってのは怖いもんありましたね。そうですよ、レイズ選手がポケット研究熱心なの、ね、もちろんね、だからエフレンがいわゆるポケットを練習してるとかついてる時はね、はい、ブロンダルはねじーっと見てますし、ね、そうですね、逆にブロンダルがスリー練習したりついてる時には、はい、エフレンじーっと見てね、球を盗んでるんですよ、はい、すぐ真似するしね。そうですね、すごいですよやっぱり、まあ、それを真似してパッとやってしまう彼らも、やっぱすごいですけどね、順応性の素晴らしさというかね、はい、いいですよね、ちょっとここでね、そうですね、なんとか、追い上げたいところですよね、はい、表情を見てるとかなり気合が乗ってきたように、そうですね、思いますね。これはどうでしょう、ちょっと迷うとこですかね、これはね、赤から行こうかね、箱玉行こうか、はい、ですかね、どう行くでしょう、
ょうどね、配置的にね、中途半端なんですよね、おそらくね。箱田も行くみたいですね。後ろからグッと引っ張るでしょうね、おそらく。どうでしょう、引っ張りましたね、うん、あとはスピンで、どうでしょう、いい感じですよ、そこからギュンと、うん、ね、小林さんあたりになると球を知り尽くしてるから、はい、見てても面白いですよね。そうですね、まあ、ギャラリーもかなり意識してプレーされてると思うんですけどね、あと蹴ってしまいましたね、っていうような続きが入ってましたけど、大ミスですね今ですね、ブロムダールですね、いわゆるもうこの辺、まあ中盤ですよね、はい、この辺からもうお互いにコンディションを掴んでるから、はい、ちょっとしたミスがね、勝敗を分ける恐れがね、はい、ここまでこうハイレベルな戦いになるとね、はい、もうこの辺からそうですよね、もう一気に行く可能性のある2人ですよね、まあ、僕なんかでしたらまだこれテーブルも長いんかどれぐらい滑るか分からへんわみたいな状態だけどうん、綺麗ですね、継ぎ方が、まあ、彼なんかテーブルの話させたら延々喋ってそうですもんね。そうですね、でね、まあ、今回いろんなテーブルをついてきたけど、絶対に文句言わないんですよね、はい、いわゆるテーブルがどうとかね、転びがどうとか、頭がどうとかね、絶対エフレもそうですけど、そうですね、絶対言わないんですよね、どのテーブルついてもグッドテーブルだと、でもすぐ合わせてしまうんですよね。そうですね、今ギリギリ抜けましたね、小林さんちょっと頑張ってもらいたいですね。この辺でちょっと19対26、はい、どうでしょうか、この配置は20マージでしょうかね、20マージですね、いい感じですよ、ね、比較的ね、あとがいい形なんで、この辺で一発ランをね、期待したいですね、出してちょっと追いついておきたいですね。どうでしょう、あーキスしてしまいましたね、26対20ですね、離されるとまた苦しくなりますね、ちょっとね、キスがおそらくあるような状態ですよね、これ、いわゆる簡単そうで難しいのがすり口なんですよ、はあはあ、取り方を覚えてしまうとね、はい、比較的ね、簡単そうに思うんだけど、はい、ついてみるとなかなか当たらない、はあ、で分かってくるとまた当たらない、がすり口なんですよ、はい、本当に奥の深いゲームでね、だから逆に言うとハマってしまうんですよね。ああ、なるほど、さあ次はどうでしょう、はどういう位置、どうでしょうかね、と悩んでますか、手回しに行くのかバタバタに行くのか、表回し行きましたね、ちょっと短いかな、ちょっと短いですね、14イニングが終わりました、ね、そうですね、
149終わって20対28ですか。はい、この辺からだんだんね中盤を過ぎて、どういう展開になっていくのかという。ミスキューですか。痛いですね今のは。珍しいですね。珍しいですね。まあ、形としてはそんなに悔やまれますね。痛いですね今のは。このチャンスバタバタですね。どうでしょうか。素晴らしいですね。当たるとね、あと良くなってたような感じですよね。逆に古賀さんチャンスですよ。長短、長で、隅っこに赤が、ね、隅に入ってしまってだけれど、これはまた恨ましいなんでしょうけど、結構ね隅に入ってしまっても難しい、ね、難しいです。で結局、まあ、ポケットもそうなんですけれど、ナチュラル、はい、たまに逆らうような突き方というのはやっぱり難しいんですよ。これだったらちょっと手玉が負けてるんで、はい、いわゆる逆らうような状態なんですよね。今ね、ぐんとこう気化したでしょ、弾かして、でなおかつ詰めなければいけないと。だからナチュラルになると比較的ね、ミスは少なくね、はい、ところが今みたいにこうたまに逆らうとどうしても難しいんですよね、逆らうショットというのはね、はい、でもうまく詰めてますよね。この配置ももう一つ難しいですね。どうでしょう。難しい球が出ますけど、どうにかここは頑張ってほしいですね。そうですね、辛く一瞬で赤から上乗せですね。どうでしょう、どうでしょう。あー惜しい、惜しいですね今のは。惜しいと思うんですね。ああいうのがね、ちょっとかするのとかするのとね、はい、違いなんですよね、はい。まあ当然こうなんていうのかな、好転者、はい、あもちろんこのあの2人はもう世界のトップレベルですけど、いわゆる3のアマチュアの方でも好転者となれば、もうほとんどが切り抜けなんですよね。そば抜け、ほとんどの球がね、まあもう間違いではないという球ですね。間違ってはいないという、ほとんどがもう切り抜けなしはね、だから僕らなんかでも覚えかけの頃ね、また今まあ若い子に教えたりする場合、いわゆる3クッションはゼロが上手くなっていくゲームだからと、そういう教え方をするんですよね。だから得点気にしとったらできないからと、はい、だからある程度覚えるまではいわゆる得点を気にせずに、ゼロがだん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 上手くなっていくゲームだからと、はい、いうのを教え方するんですよね。だから当たんないからおもろないと、はい、すぐそんな風にね今の若い子は言ってしまうから、ね、だから25球ついて2点3点のは当たり前やでと、最初はね、ちょっとこじましたね、珍しく、ぐっとね、あちょっと長かったです。28対22のままですね。ちょっとグラムダール選手がここでミスが続いたんですかね。そうですね、ここでちょっと小林選手にガーッと追いついてほしいですね。後半に入ってくるとこれ以上引き離されてるんだ、話されますとね、はい、一気にね行ってしまわれる可能性があるんで、まあ、10点15点のハイランが出る可能性高いですからね。そうですね、もうそろそろ射程距離に入ってきますからね。ここで、そうですよ、急に終わってしまうという可能性が出てきますからね。いつかの日にね、はい、僕の店でちょこっとチャレンジマッチやってね、はい、で最後僕は20点チャレンジしたんですよ、はい、20点マッチですね。そうです、はい、でとりあえず1点当てては指名、2点当ててはセーフティーズキーの、はい、で6球目でね、はい、6対12でリードしとったんですよ、はい、
エベップがリードしたんですね。そうですね、はい、で初めてねいい球行って、はい、裏回しね、はい、ならブロンダルがやる初めていい球来たと、はい、ところがね14点突き切られたんですよ。それからすごかったですよ。あれはワンチャンスで、そういう爆発力っていうんですかね。そうですね、ありますから、彼と話してる時にもその僕らはまあ安倍何点なんだとかいろんなハイラン何点出したと、いろんなこと聞くんですけど、彼はまあその辺はあまり重要じゃないと。そうですね、日本の場合いわゆる持ち点ってあるでしょ、はい、持ち点とスリー何点つくとか、例えば20点つくとか25点つくとか、はい、例えばプロだったら35点だとか40点だとか、はい、聞いてみたんですよね、なら彼らはそういうシステムはないと。例えば練習の時に50点ゲームだとか、はい、40点ゲームだとかそういうのをやるんであって、はい、で25球で何点当たるかいうのはいわゆるやったことがないと、はい、でそんなに当たんないよって言うんですよ。だから練習とかエキシビションではそんなに当たんないと、はい、ただ自分は試合になるとすっごくいわゆるコンソレーションが上がって集中できてすごいいいプレーができてハイアベレージが出ると、はい、そんなこと言ってましたけどね。ここで小林選手が4点、ここ4点当てて2点差まで26対28と、はい、面白くなりましたよ。あの間をね抜けましたね。あれゲートボールって言うんですけどね。ゲートボールって言うんですか、いわゆる目で見て抜けそうにないところをね、スリーで結構抜けるんですよ。いわゆる結局カーブしながら走りますんでね、はいはい、有名な開門海峡とか言うとったりとかいてますけどね。さあここで一気に小林選手がチャンスですね。ブロンダルが4球、ね、連続パスついて28点のままですんでね、なんとかねここで一気に逆転して、同じようにカラクッションですね。カラクッションどうでしょう。ああちょっと長かったですね。惜しいですね。ちょっと長かったですね。ここで一気にいっておきたかったですね。この辺から怖いですよ。またガッと燃えてくるからね。はあ、どうでしょう。少しチャンスが、比較的ね。比較的いい形だから、展開としてはここでぜひちょっと小林君がリードしてほしいんですよね。クーペロと、あうまいですね。薄い球がうまいんですよね。ドックをついてもね、マキシマムをついてもね、まあこの薄い球をすっと当てるんですよね。エフレもそうですよね。そうですね、ひねりいっぱいでね、ペロッと舐めてね、まあ、どうでしょう。上目の同点ですね。二重回しですね。すねいっぱいで。さっき球がほとんどこう。ナイスですね。お金の厚みですもんね。いわゆる今のも厚く当ててしまうとキスが怖いとかそういうね、理由で薄くね、ひねりをたくさん使ってついてるんですよね。はどうでしょう。いけましたね。ちょっと短かったですね。30対26と。かなりクロスゲームですよね。そうですね。ここでちょっと小林プロに頑張っていただいて。そうですね。まだほとんどね、4点差ならもう全然 ね、小林さんにね、ワンチャンスだと思いますんで。はい、一ついい球来るとね、バントランがね、どうでしょう。二重回しで縦返しですね。わあ、うまいですね。うまいですね。その残り球がどんな感じでしょうかね。まあ、このイベントにポケットのファン、スリクションのファン、両方のファンがいて、まあ、小林プロを初めて見るっていうファンの方もたくさんいたと思うんですよね。ああ、そうでしょうね。いわゆるスリクションプレイしているのを目の前で初めて見ると、はいはい、写真とか雑誌では見ていたけども、という
かなりまたファンが増えるんじゃないですかね。そうでしょうね。どうでしょう、足長い目にしたからどうでしょう。ああ、ちょっと苦手だね。30対27ですか。3点差ですね。あ、3点差ですね。この辺からどういう展開になっていくのかが ね、もうそろそろから、この球はどんな風に取るでしょう。切り返してバタバタで、あ、うまいですね。正確ですね。止まらないですね、動きが。そうですね。でもね、比較的ね、いわゆるイージーな形じゃないから、かなりあちこちチェックして、どうでしょう。もう一度バタバタで、これもうまいですよ。ナイスです。ナイスです。もうね、2点とも結構難しい球なんですよね、はい、落ち具合をね、読むのがね。これはどういくでしょう、裏回しいくでしょうか。切り返しでね、返しで、かなり3球とも、結構難しい球ですよね。いい形になりましたよ。これは比較的イージーな形で。そうですね、取り方としてはね、はい、ただ取り方は簡単だけど当てるのが難しい球っていうのが結構たくさんあるんですよね。どうでしょう。うまく薄く当てますね。薄く当たりいいようですね。大丈夫です。距離のある球をね、ひねって薄く当てるのは難しいんですよね、はい。この辺から目が離せないですね。そうですね。どうでしょう。裏回しでね、うまくキスを交わして、5つですか。ちょっと離されましたね。そうですね。ちょっとまた離されましたね。15ポイントですから、あと15点ということで。そうですね。結構ね、難しい配置が続いてるんですけどね、はい。プラス2でどうでしょう。もう打ち方ぴったり読んでますね。6点ということは、まあ、一応ハイランですね。今日のハイランですね、このゲームのね。続きそうですよ。でもこれは噂に聞くフィーバー体制にも入ってるんですよね。行きましたね。さあどうでしょう、この形は。箱玉でいっぱいコーナー持ってくるのか、難しそうですね。ここまで行くと、どうでしょう。箱玉で行ってるみたいですね。箱玉行ってますね。どうでしょう。ギリギリ、来ましたね。よくするのが受けがいいとかね、受けが悪いとかよく言うんですけどね、はい、今のは非常にもうコースがね、ほんのわずかしかないようなね、はい、コースが狭かったんですけどね。よく当てますよ。続いてますね。もう一度これバタバタでいきそうですね。うわ、
しいですね。9点ですか。9点ですね。何か乗ってくると止まりませんね、バンダの場合は。そうですね。でもこの9点はでもそんなにイージーな球はなかったですよ、はい、すごいですね。まあ、今回のイベントを企画した段階からブロンダールのハイランはやっぱり10点以上は見たいっていうのはあったんですけどね。ああ、なるほどね、見たいですよね。やる企画する方としてはそうなんですけども、これで10点目ですよ、当ててくれると。ああ、来てますよ来てますよ、はい、ああ、10点目ですよ。なんか一気に話してしまいましたね。もう連れてこれからってなった時のやっぱしこう、なんていうの、勝負どこっていうんですかね。そうだね、ここ一番でハイランを出してくるという、そういう部分としたね、きっかけでね。そうですね、何球を一つ二つこなしてね、そのまんまハイランにつなげるってやっぱすごいですよね、はい、これは押し抜くんでしょうか、どうするんでしょうか。押し抜きましたね。おお、すごいことしね、先の方で切られましたけど、すごい球が切れてますね。今のなんか思いっきりジョイントまで突っ込んでましたよ。はい、さあちょっと離されてしまいましたけど、40対27ですか。そうですね、頑張ってもらいたいです ね、 ですね。ね、こっから10点出されたら、ね、12点は手返すぞみたいなね。どうでしょう、ちょっと短いか、ちょっと短かったね。今のね、グッとかすってるとね、どうでしょう、もう構え入ってますね。逆でね、もう乗ってますよ。と苦しくなりますよ、ここで離されてしまうとね。そうですね、こうなってくると手がつけられないっていう状態になるんですかね。そうですね、42対27ちょっと苦しいですね。そうですね、こういうしかし、まあ、勝負として見て、もちろん技術もあるんですけどね、勝負としてゲームとして見た場合、このブロムダール選手のこのプレースタイルっていうんですか、こうもつれてきてもつれてきてパーンとこういくという、こういうのを見てると単純に、まあ、ゲームとして面白いですよね。技術をこう僕らなんかでわからない部分がたくさんあったとしても、こうゲームとして見て十分面白いですよね。そうですね。で彼のプレースタイルというのは、より非常にスポーティーで、なんかビリヤード、今までのビリヤードのイメージじゃなくて、まるで本当にスポーツやってるような ね、 動きがね早いでしょう、はい、44点ですか。このまま行っちゃうんじゃないかっていう感じで会場もですね、うまいですね。これはちょっと小林さん苦しいですね。本当にいわゆる2点10点5点とね、はい、3イニング連続ね、2点10点5点と来られたからね、このままいっちゃうんじゃないかっていう、確かに匂いをこう、おそらくもう一回回せよと、小林さんの心境としたらね、はい、彼はなんかもうこのまま突きそうな雰囲気ですよね。そうね、狭いところを狙ったけどどうでしょう。うわぁギリギリですね。27対45ですか、はい、ここで小林さん待ってきましたが、ちょっとここは
ってほしいですね。欲しいですね。さあこの球はどうでしょう。そうですね、これもちょっと中途半端なんですよね、どうでしょう。縦返しでちょっとね狭いけど縦返しで狙いに行くと思うんですけれど、さあどういくでしょう。ああそうですね、縦返し狙ってる模様ですね。どうでしょう、ちょっとツーションで当たってしまいましたね。もうブロムダール選手はあと5点ですから。そうですね、もうこれはいつ終わってもっていうような、もう後半ボーンときましたからね。どうでしょうこの球は。惜しいですね。でもブロンダール選手はね、はい、なんていうのかな、すっごくね記憶力がいいんですよね。あ、はい、僕らがこう喋ってる日本語ねすっごい覚えてしまうんですよ。彼、まあ、ずっと旅をしてきて彼が、まあ、いろんな日本語をポロポロ喋ってみたりとか、すっごい陽気でね面白いんですよ。僕もすっかりねファンになりました。僕は友達になりました彼が夜になって僕の顔を見るとパーティーですかとか言うんですよ面白いですよね。面白いですね。ちょっと厚かったですか。でもこれアンドセーフですよ。これは目の締めてるんです。あ、そうですね、笑ってますね。今正解側にちょっと両選手が言葉を交わして、ブロンダール選手が小林選手のことをかなり尊敬してますんでね。そうですね、若い頃よく小林選手を見てこう盗んだっていう話もしてましたけど、どういくでしょう。カラークッションで、ですね、タンクッションからいきましたね。どうでしょう。わー、嬉しいですね。ああいうのでもフィーリングだけでついてるんでしょうかね。ついてるんですかね。当たりそうだね。そのまあフィーリングでついてるっていう言葉、まあ、僕らポケットからこれからまあスリークッションもやってみたいななんていうファンの方にとっては心強い一言でありますね。でもねポケットをつきながらでもねポケットの中でスリークッションみたいなこといっぱいやってるんですよみんな。あ、はいはい、それが仮にワンクッションツークッションで終わったところでね、はい、だからポケットをそこそこつける人というのは、必ずスリークションやってもすぐに上手くなりますよ。どうでしょう、27点のままですね。そうですね、27対46ですか、はい、なんとかもうちょっとこう苦しめてみたいですね。そうですね、頑張ってもらいたいですね。ツークッションで当たってしまいましたね、いわゆる空中バタバタなんですけどね。まあ、どうでしょう、比較的ね、イージーな球ですね。と構え直しましたね。多分単調と引っ張ると思うんですけどね、はい、下から狙うと思うんですよ。あ、引っ張りましたね、はい、当たってますね。ついにモアがかかりました ね、 ね、あと3点です。もう構えてますね。早いですね。どうでしょう、二重回しですね。どうでしょう、当たってますね。うーん、ドゥモアです。なんか一気にいかれそうな雰囲気ですね。そしてみると、しかし、まあ、世界のトップクラスが来て、まあ、かなりいろんな意味でビリヤードに刺激が与えられたんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね、
あいよいよワンモアですね。24球ですか。はい、どうでしょう。してますね。と短かったです ね。生きらなきゃしょうがないね。これ先生も生きらなきゃしょうがないと。そうですね。でも残り球が結構厳しいんですよね。これ。でもさすがですね、ブロンダールは、体調が悪いと言いながらでもきっちり2アベね、そうですね、してきますもんね。はい、どうでしょう、ツークッションで、あー、うまい、ナイスです。やっぱりこうパッと最後回ってきて切らなきゃしょうがないっていう、ね、まあ、もちろんファンを意識しての言葉だと思うんですけどね。いい形になる。そうですね、箱玉で、うまいですね、かわしてます。29ですね今、はい、これはどうでしょう。これもいきそうな感じですね。ダブルレーですか。あ、縦返してきましたね。うわ、ナイスですね。見せますね、やっぱり見せますね。ヒロナイスナイスって意味ですかね。そうでしょうね、はい、なんかでもかなりもう余裕がありますよ。そうですね、しかしこういうこの局面でああいう球を見せてくれるっていうのはやっぱり選手ならではというか。そうですよね、これはどうでしょう。どうでしょう。あ、ちょっと長いか。どうでしょう。うわ、惜しいですね。小林選手が30ポイントですか。そうですね、ワンモアですね。はい、おそらくできたような形ですね、これは。さあ、これ当たればゲームセットですね。そうですね、どうでしょうかね。ああ、蹴ってしまいましたね。蹴っちゃいましたけど。あ、でも、ラッキ ー、ラッキーで終わりましたね。でもナイスゲームですね。ということで、50対30でブロムダール選手の勝ちでした。エベさん、今日はどうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。長いイベントでしたけども、はい、最後までコンセントレーションを保れて、あの試合ができたでしょうかね。そうですね、まあ、着くまでの間朝から随分時間がありましたのでなんとなくあの、ね、待ち疲れてなんか急振るのが最初はちょっと変だったんですけどね、はい、まあ、それは、まあ、あのいつも試合で慣れてますからそんなに大きな問題じゃありません。はい、わかりました。早速なんですけども、ちょっと試合の内容的なところで、勝負をどのようにして左右したのかというところをプレーヤーでなさってた、プレーなさってた小林さん本人の手応えとして伺ってみたいんですけども、うん、そうですね、どの辺がポイントだったでしょうかね。ね、初盤はまあまあ両方ともまあ出足としてまあまあですね、でそうですね、初盤の山っていうのは8球目9球目だったですかね、どっちかだったと思うんですけど、はい、私があのダブルレールっていう球をこう、まあ私にとってあの球はそんなに難しい球じゃないんですね、イージーミスです。それミスしたのが、結構そこで、まあ、悔いが残る。序盤戦で悔いが残ったそうですね、イージーミスということで、でまあ、中盤終盤では何かポイントはございますでしょうか。中盤でちょうど20点ぐらいの時でしたかね、相手が28点ぐらいだったと思いますよ。そのぐらいの時に確かね、難しい球を当てたんですよ私はね、はい、まあ拍手もあって、その次にね、はい、まあイージーな箱玉を回しという形になったんですよ。
まあ、その時に何ていうこう魔が差したっていうかね、はい、うん、まあ厚みをどん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 しごいてるうちに何か変なことを考えちゃって、それでもう本当に、まあ、後で本当にしごくほどみたいな、そう何かね変なイメージ、悪い方のイメージになっちゃって、はい、それでついちゃって、もうあれは本当にバカでしたね。小林さんのようなクラスの方でもその構えた時のところからどんどんそのマイナスイメージでなる時があるんですよね。これはあの、まあ、若い時には意外とねそういうのは少なかったんですけどね、はい、イケイケのムードですから、はい、でもねだんだんその悪いもんもインプットされてるんでしょうね、多分細かいことがどんどん突き詰めていく、うん、そうですね、そういうことが出てきて、なんかちょっとした変なところでね魔が差して、それでまあ歩みすしちゃう、うん、ね、そのまま定数的に見ても、26-20でブロムダル選手でリードで、なるほど、1点当てて2点当ててさあこれからだという、そうです、2点目だったんですね。定数的に見てもちょうどここからだというような、そうですね、あの球はあのうまくいけば5-6点につながる、なるほど、もっとなるかもしれない可能性のある形でしたから、うん、ああいうミスするっていうのはいけないですね、試合だと本当にその流れ的に見てもそこのその大体14球目ぐらいですか、うん、のところのそのイージーなミスがかなり大きかったという、大きいですね、なるほど、まあ、それで相手もねやっぱりしっかり見てますから、あで、あ、なんか変だなっていうのを感じるわけですね、はい、そしたらもうそこでもう追撃の手を緩めないで、うん、来ますね、まあ、私がその反対の場合もそうやっていきますから、よくわかります。逆にじゃ あの小林さんから見てあのブロムダル選手 その今回の試合にで そのいいところというんですか、まあ、どの辺だったでしょうか。そうですね、まあ、その僕のミス、まあ、彼もねイージーミス 2-3 回やってるんですよ、でこれも見てるんです、はい、でもそれはねあの意外とその後でミスした後で、はい、そのこう立ち直りっていうか自分自身の中で気持ちの中で整理してススッとこう早くこうコントロール、その転換がうまくいってたという、そういうところがあのうまくいってたんじゃないかな。ということはブロムダル選手はやはり技術面プラスアルファでその精神面での切り替え等々もやっぱり一流だという、うん、そうですね、そういう意味ではもちろん、わかりました。じゃあ最後の質問なんですけども、はい、小林さんはあのエクセントビリヤードには初めての出場なんですが、はい、イベントに出ていただいた感想としましてはどうでしょう。うん、あの楽しいイベントですね。あの、まあ、僕が、まあ、出演者だったんですけど見に行きたい試合ですね、うん、次回もし僕が出演しなくたっても必ず見に行きます、ね、わかりました、ね、なかなか楽しかったです。どうもありがとうございました。今日はどうもお疲れ様でした。 Thank you for playing all day. 長い間のイベントでコンセントレーションは保てたでしょうかね。You guys play a long time, so could you be able to keep a concentration for yourself? Yeah, the concentration was most difficult in the beginning of the game because exhibition is not the same like a tournament game. Tournament game you prepare that you have maximum concentration just when you go on the table, butExhibition is always first two innings is a little difficult. いつもまあトーナメントと違ってエキシビションの場合はそのまあ確実な目的がないんで最初の1回目2回目は非常に集中するのが難しいと。でも全体的にいい出来だった。早速なんですけども今日の、ゲームの小林さんとの対戦の、感想というのは何かあるでしょうか。Do you have something to say about the...against playing against Mr. Kobayashi-san. How did you play against him? I'm happy with my game. It was a good game. I had a little explosion in the end of the game and that was really nice. And most of all, I was very happy to play against Mr. Kobayashi again. It was a long time ago. まあ、今回小林さんって言って自分が最後の方でかなりいいポジションがあってかなりまあ人に見せることができたんで非常に嬉しかったです。全体的にはまあベストの仕上がりっていう形で後半 の当て上がりがすごかったですね。You did a great exposure in the last couple games. Last couple games in the end. I hope so. I tried. でした。次はですね、小林さんが、
これ当てられたら嫌だなみたいなところで、ミスをしてくれて楽になったですとか、小林さんに対する何か感想はありますか。 How do you feel about the Mr. Kobayashi missed a couple of shots and how did you feel like you don't I don't think too much about it because I miss easy shots and he misses easy shots, that's part of the game. I just try to waitUntil it's my turn, then I try to make as many points as possible. まあ、あの自分も簡単なイージーミスもあったし、小林さんもあったし、まあ、それに関してもお互いミスしてるわけだから、特にそれに関しては言うことはない。まあ、自分はただ単に座って自分の番を待つことしかできないから。どのような試合でもそういう。Do you feel always the same way in any games? No, not always. Sometimes, sometimes you get nervous and sometimes.It hurts you mentally, it hurts you when the opponent makes a lot of points. But another time then, same situation, you don't feel the same. So it depends if you are nervous or depends on a lot of things.まあ、毎回多少違うようなんですけれども、まあ、相手がやった時では逆に自分にプレッシャーがかかることももちろんあると。ただ座ってますだけじゃない時もある。あると。まあ、その毎回毎回シチュエーションによってかなり違う。わかりました。最後なんですけども、このエクセントビリヤードに初出場となりましたけども、出てみた感想はいかがでしょうか。How did you like that whole event? Yeah, it was the first time I made an exhibition together with a real good world-class pool players, and I could try to play against them also, and it was really nice for me. And,Yeah, it stimulates my nine ball game, and I see also that the combination is possible. I play nine ball, and half an hour later I play three cushion, and I think it's good for me. まあ今回まあワールドクラスチャンピオンのプールプレイヤーと一緒にまあプレーしたことっていうのが初めてなんですけれども、まあ自分にとって非常にいい刺激になったと。で自分で今日実際にやってみて、30分スリーやって30分すぐ。プールやってっていうのを自分がそういうことをできるっていうのが今日分かったんで、これから自分のゲームにとってかなりプラスになるっていう。今日どうもお疲れ様でした。またホリエンコリズに日本に来てください。頑張ってジャパン、Yeah, sure. どうもありがとうございました。